はい、OK です。はい、じゃあ2021年個人タイトル残りの方ね、発表します。はい、アカデミー首位打者、アカデミー最高出塁率、背番号23番羽田選手です。はい、じゃあおめでとうございます。じゃあカメラに向かって、じゃあ一言。おめでとうございます。ありがとうございます。インチキ首位打者と言われておりますので、2022年度は、正式な首位打者、そしてホームラン王も正式なホームラン王まで取れるように頑張りたいと思います。以後頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。大変お期待します。じゃあもう一名いきます。アカデミー最多安打、アカデミー盗塁王、アカデミー最多犠打、アカデミー最多勝利打点、背番号12番石丸選手です。はい、おめでとうございます。じゃあちょっとお願いします。はい、今シーズンは、打線上位に置いてくれた、猪狩キャプテンと阿部キャプテンに感謝します。で、今シーズン、来シーズンも、上位で盗塁を取れるように頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ、あと、もう、全員が選んだ MVP ということですね。はい、背番号17番猪狩選手です。そうですね、あれ、ビビりました。全員投票なので、もう難得でしたね。おはようございます。じゃあ、下方お願いします。動画を見たときは完全に丸尾さん、僕入れ忘れたなと思いました。最後の最後に出てきて、シーレックスの組織票を疑いましたが、皆さんのありがたい票で1位になりました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、MVR、練習会で、一番無遅刻、無欠席ですね。はい、三重子選手です。おめでとうございます。練習会で最も価値のある選手という。はい、どうぞ。じゃあ、スタートになります。すげえ。ありがとうございます。私も頑張って練習したいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。日々上手くなってるんでね。はい、じゃあもう一点ご報告あります。CX、YWCX、正式にチームになります。ね、もう今日から指導したいと思います。で、つきましては、キャプテン、副キャプテン、指名しましたので、ね、じゃあまず副キャプテン、MVP、背番号10番は猪狩です。副キャプテンお願いします。じゃあもう一言お願いします。MVP の猪狩です。そして副キャプテンの副キャプテンの猪狩です。阿部さん、キャプテンまだ発表しなかったです。キャプテンをしっかりフォローできるように頑張ります。プレーも頑張ります。はい、じゃあ続いてキャプテンですね。背番号18番阿部です。よろしくお願いします。阿部です。私自身実績はないですけども、このシリクスというチームを絶対に強くして優勝したいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。お二人の手話に来てます。キャプテン、キャプテンだけじゃ強くならないんでね、みんなチーム一丸で支えてしっかりとね、頑張ってください。で、来年から、YW リーグというリーグが始まります。ホエールズ CX アカデミーのリーグ戦ですので、ね、今ユニオンもね注文してもらったと思いますけれども、ユニオンはアカデミー戦の時は必ず使うのと、ホエールズ戦の、ビジターと指定された試合ですからね。だほぼ2着持ってくる感じでお願いします、ね。じゃあ今年も最後ですし、来年もね楽しく熱くお願いします。じゃあ僕からいきます。今日頑張ってください。おはようございます。じゃあ行こう。一言キャプテンの無茶やったんだ。じゃあ体操、お願いします。よろしく。ベンチ外整列をお願いします。おはようございます。シーレックスさんと、ライジングスターさんの練習試合を始めます。怪我のないように楽しくいきましょう。おはようございます。
願いします。断然チャンスよ。最後¡Gracias!
射。Oh!
け。左よ、石丸さん、福津さん行くよ、藤田さん、お願いします。バントもないからね、スタミンバントあるよ、バントあるかもよ、バント。
Thank you.
取れたかよ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
方にもスパイが。おー、出た。Thank you.
オフェンス。Thank you.
まあ、リラックス、リラックス。ゴー、ストライク。いいボール逆に そうそう
の方あるよ。ゲット取れるよね。
マロー。さあ、奥さん、好きなところ。あそこの中に入ってます。
きましょう。Go!
ツーボールツーストライク。Thank you.